進入隊形インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。全体的にはそれほど差のないスタート。3コースから3番の渡辺がさあ出ていきますが、インから先前に持ち込んでいく1番高石、4コースから4番深尾をまくっていく。さあまくりきれるか4番の深尾、残すか1番高石の争い。インコース1番の高石、先かけて抵抗するも伸びていく4番深尾をここでかわします。スタートは前提正常でした。前に出ました4番の深尾が先頭で2マーク、ここで振り切って1番の高石離されました。その後ろ3番テラスには3番渡辺のうち6番の落合、さらには2番の平川が指してきました。3番手争いは混戦、レースは2周目に移ります。ここで2番の平川と外6番の落合が並ぶ展開。内が切り替えそうというのは3番の渡辺、2周1マーク、渡辺が内からアタック、これを2番の平川かわします。バックテレッジでは3番手2番の平川抜け出してリードは3点進、4番手が接戦と変わって最後方に5番の清水が追走です。2周2マークの旋回です。3番手2番の平川の内がアタックに行く。3番の渡辺ちょっと合わされてしまった。2番の平川流れてしまって内から今度は3番の渡辺がかわしています。3番手逆転、時計前では3番渡辺が1点進とリードを取りまして最終周回です。さあ3番手争いは3番の渡辺の後ろ2番の平川、ちょっとここは行き場なくしての1マーク。3番の渡辺が振り切って最後のバックテレッジでは3、4番手差は2点進半と開いています。先頭が4番の深尾、そして2番手が1番の高石、この組み合わせ後輩とになりまして最終ターマークの旋回です。3番手は3番の渡辺が回る、内をついて2番の平川ですが最後は届きません。先頭4番深尾五輪、1番高石五輪、3番渡辺五輪、2番平川五輪、6番落合五輪、5番清水五輪、